パオロとフランチェスカは、アリシェフェールが1855年に描いた絵画。ラベンナに生まれ育った、グイード・ダ・ポレンタの娘である、フランチェスカ・ダ・リミには、ジョバンニ・マラテスタに嫁いだが、既定である、美目修麗なパオロ・マラテスタと恋に落ちる。口づけをする二人を目撃したジョバンニは、二人を剣で、刺す。これは、歴史的なドラマであり。 ダンテ・アリギエリの新曲三部作の第一編の中にある第二件語化のテーマを構成している。アエネイスを表した人物であって、ダンテの死であり、また象徴的なナビゲーターでもあるウェルキリウスに伴われ、地獄の嵐の中で、詩人は理性を顧みることなく自らの情熱に身を委ねて、報いを受ける恋人たちと会う。パオロが顔をベールで覆って、 フランチェスカの悲痛な話に打ちのめされている一方で、より弱い彼女が、愛しいものの絶望に苦しんでいることを打ち明け、心を揺さぶられるのである。複雑な状況がシンプルに表現されている。画面左側では、明るい対角線と絡まり合った曲線が、羅針の恋人たちと白色のドレープを、背景の単色画から浮かび上がらせており、画面右側では、 赤い帽子のダンテと月経感をかぶったウェルキリウスが沈鬱な表情で影の中に佇んでいる。フランチェスカの左肩甲骨のあたりとパオロの右胸に剣の傷跡がかすかに見える。ありがとうございます。